雰囲気とうちが作る髪型がどうマッチングできるかずっと考えたんですけども、うちらしく行った方が一番いいのかなと思ったんで、うちはやっぱり短いのが得意なんで、ミヤマンさんのああいうちょっとアートに対してのアビーを出そうっていうことでした。昔からあの稲川美香さんのなんかこの世界観っていうのはすごい好きだったので、まあ、まさかそういう機会が、ね、あるっていうことがなんかすごく嬉しいなと、躍動っていうかそういうのをちょっとコンセプトにやりたいんですけど、稲川さんの世界観と僕の世界観っていうところがなんかコラボでなんかどういう風になるのかなみたいな、それすごい楽しみです。ミカさんが作る世界観って、僕は髪の毛も普段担当させてもらってるんで、すごいいろんなかっこいいのも作れるし超かわいいじゃないですか、あの空間で。でミカさんの世界観とうちの世界観をぶつけたらどんなものができるんだろうなっていう。コンセプトはどういった形で。締めかけちょっと待ってください。締めかけ今回のヘアショーはそうそう、こいつが表に出てもいいんじゃないかと思って、こいつに全部任せてるんで、コンセプトはズバリ、はい、コンセプトはズバリ目立ってなんぼ。普通でした。想像つかないようなものに仕上げたいなっていうのがあったので、髪型もそうですしデザインも見てて楽しそうな感じにしました。じゃあ行ってみよう。
うですね、限られた時間だったんですけど、自分的には本当にいい作品が撮れたんで、本当に良かったです。今回ドローンを使ってこう回ってもらったんで、あのカットシーンとかを上から煽ったりとか、そういうシーンが本当楽しいかなと思うんで、そこ見てもらいたいですね。よそのサロンはしてないと思うんで、どういう風な差が出るかっていうのも楽しみですし、やっぱり普通のヘアデザインとかを作っても多分そんなマッチしないと思うし、あの世界観に負けないものっていうのをなんか描かなきゃいけないのかなっていう、勝手にヘアデザインとかメイクとかにインパクトがあるみたいなっていうのをすごい描きたかったので、あとはもう彼女のパフォーマンスですね。彼女の魅力にみんなが引き込まれていくし、カメラマンさんもその分なんかこうどんどんいくし、みんなで作ってるっていう感じがしたので、僕はもうただ見てるだけでした、はい、どうなってるんだろうっていう感じで、いろんな部位で撮ってたものをガッチャンコしていい映像ができればいいなと思ってます。こう映像を組み合わせることによって海を越えていろんな国の人たちに見せれるっていうのは映像のいいところだなと。蜷川さんの作品と全部の日本の文化の合流じゃないですか。だからそういうのが世界に伝われば俺はすごい面白いのかなと思って。この映像を通しての、いわゆるヘアショーっていうのは何回も撮り直しもできるし、撮る角度によっても全然見え方違ったりするじゃないですか。ご本人たちが想像している以上のものを映像だと撮れるっていう、面白みもあると思うので、この取り組みはすごくいいなっていつも思いながらやってます。